こんにちは。秋の自転車旅に行きます。1週間ほどの予定です。その装備の紹介をしたいと思います。まず自転車ですが、カラクルで行きます。今回中国地方をメインに回るんですけれども、輪行を毎日やはりするような感じでちょっと予定を立てているので、カラクルで行きます。ハンドルはですね、ブルホンからマルチポジションに戻しました。まあ、ブルホーンちょっと何回か使ってちょこっとロングライドなんかもしてみたんですけど、やはりこちらのマルチポジションハンドルの方が楽なので付け替えました。まあ、そんなに手間ではないので、また日帰りなんかが多くなってきたらブルホーンに戻すかもしれません。で、タイヤは前後ともに 1.25 でいきます。で、この脱着式フェンダーも持っていきます。そんなところですかね。あとはいつも通りですね、三ヶ島の SPD ペダルという感じです。で、今回ですね、リアキャリアはつけていかないです。で、ここもつけていかないです。このブロンプトンバッグですね、フロントの、これだけで行こうと思っています。まあ、全てネットカフェかビジネスホテル、まあ、多分ビジネスホテルになると思うんですけど、ビジネスホテル止まりなので荷物は少ないです。ただ、まあ、この大きい方のブロンプトンバッグの方が使い勝手がいいので、こっちで行こうと思ってます。まあ、リュックにもなるし、このフロントポケットが便利なんですよね。では持っていくものをパパパッと紹介します。まず自転車関連ですね。パンク用のチューブとかポンプとか一式これに入ってます。100円ショップのなんか筆箱みたいなやつですね。予備チューブは2個です。ただミニベロに乗るようになってから BD1 からもそうなんですけど、パンクしたことないんですよね。なんでこんなに持っていく必要性があるのかって感じなんですけど、パッチとかまで持ってるんですけど、まあ一応困った時用に持って行ってます。正直チェーンカッターとかいらないと思うんですよね。そんなに山奥とか行かないんで。ただ、まあ持って行きます。できないことはないので自分で。で、鍵ですね。今回毎日施設に泊まる予定なので、モバイルバッテリーは1個です。1万ミリアンペアですね。で、 iPhone 用の充電ケーブルと GoPro の USB-C のケーブルで、これがパンクとかの修理とかにも使えるように、アルコールが入っているウェットティッシュで、保湿系のポケットティッシュと普通のポケットティッシュと全部で3つ入っています。で、こちらがサイクルベースで、これがティートンブロスの風を通すウィンドブレーカーですね。で、今回ウェアは長袖長ズボンと短パン、ポロシャツ、半袖のポロシャツですね、の2種類を持っていきます。短パンは以前動画で紹介したワークマンのあの涼しいやつですね。で、それに速乾性のポロシャツ持っていきます。下着はいつものようにこのシームレスの速乾性の下着を2枚持っていきます。長ズボンの方なんですけど、これはちょっとね紹介してないんですけど、これもワークマンなんですが、エアロストレッチ2ベースラックスっていうやつです。これもまあ安くて非常に涼しくて乾きやすくで、足も動かしやすいので、これすごいおすすめです。自転車乗るのにこれちょっとね面白いんですけど、全く同じ裁断方法でデザインで生地違いのが冬用であるんですよ。まあ、今年ちょっと新しく買ったら紹介するかもしれないんですけど、もうワークマンに並んでます。これとね全く同じで、余計なあの足のポケットとかが一切ついてなくて、ここのポケットのところにジーンズみたいな鋲がついているのですぐにわかると思うんですけど、これね、あの冬用もあるので、冬用も僕自転車で履いてます。これはね非常におすすめです。で、あと LL ビーンのロンティーですね。これ北海道にも持って行ったんですけど、2枚持っていきます。で、モンベルの速乾性の靴下で、こっちにあるのがコットンのロンティーと長ズボン、あとパンツとコットンの靴下ですね。これはまあ帰る時もしくはホテルでの寝巻き代わりですね。防寒はオクタ、それからレインの上、これモンベルのすごいちっちゃいやつですね、とレインパンツ。レインパンツはワークマンのすごい軽くて薄いやつです。この中に100円ショップで買ったシューズカバーと、あとレイングローブ、テムレスが入っています。あと持っていくかどうか今迷っているのが長い指のグローブ。あ、ここ半指のグローブ入ったんですよ。半指のグローブは持っていきます。で、長い指のグローブを持っていくかを迷ってるのと、あとはこれですね、山シャツ。この2つを持っていくか迷ってます。ただ荷物は結構少ないので、全然カバンは余裕があるので、これはまあ持っていっても全然いい感じですかね。こんな感じで今回旅に行く予定です。とですね、1泊7日で、最初土曜日仕事終わりで夜姫路へ移動して、次の日から瀬戸内海ちょっと走って、で中日ぐらいで中国山脈横断しまして、島根移動して、最終日木曜の夜にサンライズ出雲が撮れたので、それに乗って金曜の朝一でこっちに帰ってくると。
本当はもう一泊したかったんですけど、さすがに金曜の夜はねもう3連休前なのでサンライズ撮れなかったんですよ。もちろんこっちから行くときサンライズ乗ろうかなと思ったんですけど、それはねやはりふと思い立ったときなんかさすがに撮れなかったので、今回簡単に撮れた向こうからこっちに帰ってくる方のサンライズに乗って帰ってきます。今回の旅のメインはどっちかというとサンライズに乗ることがメインみたいな感じの行程になっちゃいましたかね。最初ね青森に行こうかと思ってたんですよ。青森にいて青森の岬を2つほど制覇して、あと函館の方ちょっと回ってっていうのも考えてたんですけど、ある朝ふとサンライズに乗りたいと思い出しまして、そしたらちょうど撮れたので向こうから帰ってくる方はですね、で今回の旅ということになりました。ではまた旅始まりましたら速報版の動画上げたいと思いますので、よろしければ見てください。ではいつものように取り留めもなくご紹介しちゃいましたけど、こんな感じで1週間自転車旅行っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。